ごめんなさい。やっぱり私一人でやるべきだった。あの先生、先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ、密かが来たのか。見つかったそうです。本当か。受け取っておきました。私が探します。
一緒に帰りましょう。
のは。何かいるのか。覚えてないのか。とにかく帰ろう。もう山から出ることはできない。ここで溶けるのです。
が首吊りの木かな。多分首吊りの木です。ここで、見つかっちゃった。あなたも死ねないの？私は下に行きたいんだ。死にたいのはわかるけど。じゃあそれまで遊びましょう。あなたの人形に私を探して。
ルカさん。どうしてあそこに？夕日が見えたから。夕日が近づいてきて、だんだん慣れてきて、溶けるみたいで、溶ける。とにかく君は帰ってきたんだ。無事でよかった。今は何も考えずに休んでください。
やっとたどり着いた。この家の奥で彼女が私を待っている。早く迎えに行かなくては。Thank you.
日向崎さんの家の方には連絡がつかなかった。また明日かけてみる。行かないと。もう一度。先生、ちょっとこちらへ。ああ。お母さん。
緒に待ちましょう。I'm sorry.
有功を果たされました。それはそれはおめでたいことで、読み子であるあなたも柱になる役目を果たさなければなりません。それが私の最後の望み。お母さん、お母さん。ミユ、許して。ダメよ、許さない。こっちに来るの。静香さん。
私がここに残ればあなたは助かる。だから逃げて。ダメよ、許さない。あなたは一人で行こうとしているかもしれない。でも今はあなたは一人じゃない。私が一緒にいる間だけでもこっちにいて。少しでもいい、少しだけでもいいの。死にたいのなら一緒に死んであげるから。あの時のこと思い出しました。あの約束、もう少しだけ。失礼だ。
ことが分かっただけでも嬉しいんです。ずっと探し続けて待ち続けたから、どんな悪いことでも聞けてよかった。ありがとう。やっと見つけることができた。取り戻すことができた。ヒソカさん、いつもは気づかなかったような小さなことが、大切なきっかけになることがあるんですね。行くのか残るのか、もうしばらくここにいてもいいですか。今この温かさがあってよかった。
生き写しの絵を作る機械をお持ちとか、その者の心までも描いていただける素晴らしい絵になると聞きました。明日はお祭りだね。このままずっとここに隠れていようか。いらっしゃいました。麻生様がまた来られるとは、こんなにめでたいことはない。ちぎりの相手はもう決まっておりましょうな。会いたかった。
終わってくれるのですね。あなたと終わるためにここに来た。好きだ。心を読めばそんなことはわかる。でも言ってほしかった。共に生きたかった。それが私の本当の望み。言いたかった。やっと言えた。これでもう。私は兄さんを救いたかった。取り戻したかった。いえ、あの頃に戻りたかったのかも。戻ったまま時間を止めてしまいたかった。私には隔離世に行ってまで結ばれたい人はいない。お母さんにはお父さんがいる。でも私にはいない。誰も。ずっとどうしてと思っていた。でも、もういい。いいの。ないで、お願い。ええ、どこにも行かないわ。Thank you.
なたはここへやってきた。黒木沢に。もう迷わなくてもいい。読みへ落ちましょう。私がついでる前に。再び読みが溢れる前に。Thank you.
好きだ。あの言葉は私には強すぎた。あの言葉は呪いです。あの人とは共に死ぬのではなく共に生きたかった。ようやく呪いが解けた気がする。だから私だけで行きます。流れの果てに。あなたが私を見取ってくれ。まだ寝てろ。もう少し休んだ方がいい。なんだよ、どこにも行かないって。信用ないな。